気象速報をお伝えします。栃木県に大雨警報が発表されました。栃木県に大雨警報です。それでは市区町村を見ていきましょう。栃木県の大田原市、こちらで浸水害による大雨警報が発表されました。側溝や下水があふれ、道路がいつ冠水してもおかしくない状況です。周囲より低い場所にある家屋は床上まで水に浸かる恐れがあるレベルの雨となっています。現在の栃木県内の雨の様子見ていきましょう。リポートでいただいていますが、このようにしっかりと道路が冠水してしまっている状況が確認できます。栃木県内は活発な雨雲が現在形成されておりまして、非常に激しい雨となっています。現在の大田原市にはレーダーエコーで赤やそれ以上に赤、濃い色の赤のですね、レーダーエコーがかかっているような状況で、こちらの元ではザーザーという濃い青色や5レベルの激しい雨の報告をいただいているような状況です。こちらの雨量を見ていきますと、17時10分までの1時間に大田原市では 62.5 ミリの非常に激しい雨を観測しているような状況です。傘を差していても濡れてしまうような、滝のように降るようなですね、雨の降り方となっています。こちらご覧いただけますと、道路冠水が発生するようなレベルです。この後もですね、大気の状態が不安定です。最新の雨情報に気をつけてお過ごしいただければと思います。以上、気象速報をお伝えしました。